萌えにめっちゃ急に始めました。ごめんね、ありがとう、来てくれて。やっほー、グッドモーニングです。ちょっとさっきまでね、そう、今日は三つ編みです。さっきまで乃木坂46さんの、あの山下美月さんの配信を見てニヤニヤしてました。やばい、嬉しい、見れて嬉しい。同じ時間に配信してると思うとなんかやばいですね。山下美月さんも配信してらっしゃるから私も配信します。そう、今日は高田城址公園へ行ってまいりました。X 見てくれましたか？あの上杉謙信さんが X で投稿してくださったんですよね。こんばんは。お、オフショットいい感じ。あ、よかった、ありがとうございます。そう、あの X にもインスタにも、え、ちょ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 、X にもインスタにも載せてるけど、メールとチャットにもどんどん載せてます。タイムスリップしてそう、タイムスリップをね、あ、上杉謙信さんがタイムスリップしてきたのか。どんな話を、え、ね、めっちゃ面白かった、あの方すごいね、大好きになりました、上杉謙信さんが。ではまずライトオン。え、あれ壊れたライト。え、ライト壊れた。なんか色が全然違う。あれ、え、なんでなんで、なんかね、色がね、え、つながってるよね。うん、もういい、まあいいか、よくはないけどまあこんなもんで。確かに、一回振ってみる。よいしょ、叩けば治るから。わかる、叩けば治る説あるよ。せーの、うーん、治らない、なんで、えいえい、ちょっと、たいでもちょっとね、今チカチカって色違くなったえいあれ、ちょっとね、ダメですね、ならないですねみんなのこと叩いてるみたいになっちゃった違うよ、みんなのことは叩いてない、この後ろはね、痛い、みんな痛いよね、もっと壊れる、そうだよね、やべ、タンク部できちゃった、痛い、ほっ、ティッティッダメですね、治りませんうん、痛い痛い痛い、撫でてみる、よしよし、今日のリップかわいい、え、ありがとう、いつもと一緒のやつだけどちょっとね濃くしたかも、今日はチークを塗りすぎましたねさっきあの、それこそあの山下美月さんの配信を見てたら、私ももっと可愛くあの抗ってみようと思ってチーク塗ってたら塗りすぎました三つ編みだと幼い、確かに幼く見える。今日の三つ編みはね、普通に三つ編みをするんじゃなくってね、
このサイドにちょっとこうやってボリュームが出る三つ編みの仕方を調べてやってみたんです。いつもと一味違う、でもそんなに変わりはしないんですけど、公演の時にしてもらってる三つ編みと同じ感じの三つ編みかな。実は寂しがり屋実は寂しがり屋です。左右同じにするの難しいよ。なんなら今日も左右非対称だもん。結構だいぶ非対称だな見ないでください。同じってことにしといてください。中学生感ありますか。こんばんは。あ、そうだ、ちょっとねチャットをねまた送りたいので、今日も申し訳ない、30分間だけね、9時45分までの配信にしたいと思います。ごめんね、よろしくお願いしますです。笑った顔可愛いですね。通りすがりありがとう。通りすがりでつぶやいてくれるだなんてイケメンですね背が高い女性がショートにする、ショートカットすると見た目5センチ伸びる。え、そうなの、そうなの。じゃあちょっと、でも私切れないわ。髪の毛切ったらね、縮毛矯正めっちゃくせっけだからね、もうアフロみたいになっちゃう。通りすがりですがお綺麗ですね、ありがとうございます。通り過ぎずに寄ってください確かに久しぶりかも、この三つ編み久しぶりだね。そう、昼間の配信と SNS の更新もできるようになりました。そうなの、そうなの。通り過ぎましたがまた戻ってきました。おかえりありがとう、戻ってきてくれてとても嬉しいよ。新潟は桜咲いてますか。なんかね、私それこそ今日その高田城址公園にロケに行かせていただいた時は高田城址公園では咲いてなかったんですけど、チャットだったっけかメールだったっけかにね載せたのがあれはね高田駅の前だった気がするんだけど、チャットか、そう高田駅の前の桜があれ咲いてて、場所によってね咲き具合が違うんだなと思う。あと木の種類とかにもよるんじゃないかな。その駅前で見たやつはね、なんかソメイヨシノではなかったから。そう、コンサートあたりで満開かもね。そう、だからぜひ皆さん安らぎ亭とかも県民会館は近いからね、ぜひぜひ。白山神社か、そうだそうだ、白山神社だね。河津桜なんていうの、早く咲くんだ。ソメイヨシノは遅めなのか。ソメイヨシノは遅めいよしの。山桜が咲くの遅めなんだ。山桜、うんじゃないのよ、みんな笑って今日一応アドレナリントークなのでよろしくお願いします。河津だって、河津桜って言った。いろいろありますね。ちなみに今日のお洋服は、今日のお洋服はねお乳ですよ。よいしょ、こんな感じ。きょ、短めの丈のねボレロっていうやつですね。
ふわふとした生地なんだけど、近くで見るとね、この生地不思議でね、キラキラして見えるんですよ、光の反射で。そう、春っぽさをねテーマに、おニュー買ってみました。なんか明るいこういうパステル系のお洋服私全然持ってなくて、だからちょっと挑戦してみたんですけどありがとう、似合ってるって言ってくれて。全身は今下ジャージなんだよねちゃんと今日ね、ちゃんとねスカート履いてたんですけど、お家でスカート履くの苦手でして、はい、ジャージに着替えちゃったので全身は見せられませんまさかの下ジャージ、はい、はい、安定ですね、私あるあるですねあちゃーん、あの有名な、あ、いや、このジャージはねまだ有名なジャージじゃない方ですね。これはね最近買ったあれです、アディダスのあれだ、チャットに載せたやつです。アディダスだっけ、なんだっけ、アディダスだ。なんか下半身アディダス大好き人間みたいになった。まさしくギャップ萌えしてくれますか。そう、アディダスいいんですよね。ジャージしか、カタン。伝説のジャージではないです。伝説のジャージはもうだいぶ古くなっちゃって、今どこにあるんだっけな。あ、でも今まだありますね、置いてあります。モエのジャージはアディダスのイメージ、ナイキ派。おー、そうだよね、な何々派ってあるよね、きっと。お昼に配信ね、そうだね、お昼もね配信できる日したいと思います。最近はずっとお昼は出ずっぱりなのでできないんですけど、またね一段落してできるようになったらね、お昼もしたいと思います。確かに三本線ジャージよく履いてるな。ね、こうちゃん砂まみれになってたでしょ。砂まみれになってね、すっごい楽しそうに遊んでた。あれは母親が写真送ってきてくれたの。私その日はレッスンだったのかな。で、レッスンしてて休憩時間に見たら、我が子とは思えないほど砂まみれになった子がいてこの子はどなたでしょうかみたいなね。ねえ、本当に黒ラブなんですけど、こうちゃんは真っ黒なんですけど、砂まみれになりすぎて茶色のラブちゃん、茶ラブみたいになってました。プロラブではなくチャラブでした。砂まみれ、萌えの砂まみれ砂まみれにはならないですね。気のせいか目がお眠り見える。やばい、バレてる、超眠いですそう、今日はちょっとお疲れモードでしてすみません。でもちょっと配信しちゃった、気づかれてしまったよ今度数年ぶりに公園に行こうかな。ぜひ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 、ありがとう、ぜひだよ、公園お越しください。今はねちょっとね4月13日に控えているコンサート期間でなかなか公演ができてないんですけど、コンサートが終わったらもしかしたらね、また公演スケジュールが出るかもしれないので、ぜひです。
こちらこそ配信ありがとう。今日あの15分前にふと思い立ってふと思い立って急に配信予約を入れてペッて始めちゃった。オフショットはねまだまだありますよオフショットはまだまだ、ぜひあの私のメールとチャット、メールはここにあるのか、このステッカーじゃない、何ここに、え、みんなから見てこっちなの、私から見てこっちにあるんだけど、杉本萌からメールが届くって書いてある、これが私のメールで、チャットもあるんですよ、 NGT48 のメンバーズチャットっていうのが、そこでね、あ、逆なのか、こっちか、そう、そこに初の単独グラビアをに挑戦させていただいた時のねオフショットを載せているので、え、ありがとう、聖地巡礼行って、そう、あのメールの返信とか SNS でつぶやいてくださってるのとか見て、もうすでにね聖地巡礼しに行ってくださってる方がすごいいてくださって、ありがとうございます。なんかアイスクリーム屋さんがやっていなかったっていう情報を耳にしたんですけど、予定してます、ありがとう、すごい嬉しい。そうだよね、新潟から遠いんですよ。そうなんです、東京でね、ただすごくいいあの風情ある駅で商店街もあったりして、そう、すごく素敵なところで撮影していただいたので、ぜひ皆さんも行ってみてください。お、近いんだ、おお、すごい、偶然チャット登録してます、ありがとうございます。またこうやって雑誌のねお仕事もいただけるように頑張りたいなって思います。あ、そうなんだ、しばらく休業なのね。チャットのオフ動画くねくねしてたからありがとう。そう、チャットにはね動画を主に載せてるんですけれども、スイーツ部お揃いしたい、ぜひ。弟の家の近くだった、お、じゃあ弟さんに聖地巡礼してもらおうかなめちゃくちゃいい駅ですね。チャットの動画って音声なし、あ、音声ねつけれるけど、あの時いろんな人の声が入ってたから一応消しちゃったんだよね。お、穴の開いた服めっちゃ可愛かった、ありがとう。なので言い表し方難しいよね、あれね、網目状のっていう、網目状っていうほどあの細かい網目じゃない、なんていうの、黄色い衣装のね、ありがとう。動画いい感じ？よかった。惚れた？もっと惚れてもらいます。制服ショット。ああ、いいよね。あれが最初。最初で最後じゃないか。最後の、現役最後の制服ショットでしたね。ね、ナチュと一緒にスイーツ部盛り上げていきます。お、メールかチャット撮ってみよう、ぜひぜひ、ありがとう、え、嬉しい、ぜひです、初見です、ありがとう。もうちょうの声落ち着く、嬉しいこと言ってくれるじゃないですかもうね、ここのルームはね一日の疲れとかをもうパーッと癒せるようにっていうのがテーマですからね。青春ね、青春いいよね。同じ空見上げて、子で空を見上げるの最高に空を見上げてください。踏切の前で制服で飛ぼうかと思ったけど無理だあれですね、ピピピピーって
すいません、今お時間いいですか、何をされてる方ですかね職質タイム、また違うことが。毎日何時に空を見上げてる。え、でもリアルに起きて30分後には絶対に、なんていうの、絶対に見上げます。なんていうんだろうな、それこそ本当におはようメールを書くときかな。最近はそう、学生じゃなくなったから朝何時までにおはようメールを送らなきゃいけないとかがなくなったから、起きて一段落自分の準備を、支度を済ませてから送れるようになったから、起きてとりあえず顔を洗ってなんか一段落したらお空を見てメールを書いてます。お、一歩ずつ歩いていこう。もあーよかった、そのんびりできるようになりました。わかる、朝明るくなるの早くなったよね。なんか日が長くなったなってすごい思う。今フラッシュの、あ、アンケートカキカキしながら、ありがとう、アンケートありがとうございます。スイーツ部の最大の売りポイントは、もうメンバーが可愛いこと、私以外のメンバーさんがめちゃくちゃ可愛いこと。私はこのスイーツ部の偏差値についていけるように頑張らなきゃと焦っておるところです本当にとってもそれが今思ってます。天井を見上げてね、わかる、天井はね見上げたい放題ですからちなみに、そう、わかる、登場人物もなんかね、何気にね、紹介させていただくお店の店主さんとかがすごい面白い方だったりとか、そうそう、あとはそうですね、結構キャラが立っているところですかねはい、ちなみにめっちゃなんて言うんだろう、スイーツ部ただただ美味しくスイーツを食べるももちろんだけど、魅力を聞き出したりとか、なんて言うんだろう、そのスイーツ作りをしていらっしゃる方の思いだったりとかもうたくさん聞き出すっていうのもね、一つの魅力なんじゃないかなと思う。ただただ美味しい、ただただ可愛いで終わらないところが一つの魅力なんじゃないかなって思う。漫才したりねやめて、掘り起こさないで、本当にね、まあいろんなこともします。はい、確かにコメントもね、みんなちゃんとしゃべるっていうか、そんな感じかも。ね、もちもぐ美味しいよね、わかる。そういえばまだこの嘘だよタワーってあるんだね、今気づいた、嘘だよなつきとの漫才好き、よかった、そう言ってもらえて。お、え、戻った、ライトが戻りました。わあ、いや、今おかしくなった、またおかしくなった、いや、壊れた、また、え、なんだろう、え、逆になんで今戻ったのあ、え、振ってみる、え、なんで、嘘だよタワーまだ1500個ものマジか、1500はさすがにいらないよね。
え、なんで？そう、本当に壊しそうだからやめとこ。え、待って、10日後がコンサート？マジ？10日後なんですか、コンサート。キャー、フーフーするの。待って、そっか、今日3日か。10日後、やば。え、なんかワクワクなような、まだドキドキなような。でもだいぶ夏に比べたら結構、なんて言うんだろう、ちゃんとこう自分で噛み砕きながらできている方ではあるので、ちょっとパンクしそうではあるけど、でもでも頑張ってます。お、今日誕生日です。Happy birthday to you. Happy birthday to you. おめでとうございます。え、一体 NGT から離れたオタクさんが萌えきっかけで戻ってきそう。え、気になるって、萌えのことが気になるって。嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。もう戻って、大好きになってきて、大好きになってもらえるように。あ、僕です。あ、ありがとうございます。ご本人様がありがとうございます。あ、戻った、やった。今ライトが戻りましたね。嬉しいね。今日、そう、今日のロケでもなんかまだオンエアがまだまだなので、あんまり言えないんですけど、でもなんか、そう、いろんなね方とこうコミュニケーションをとってね、自分のことも知ってもらいつつ、お互いが楽しくこうその時間を過ごすことの大切さをね、身に染みて感じた一日でした。ね、やめて、お化けなんかいないからやめて、怖い。43分、ありがとうございます。え、わかった、ここだ。あれ、なんかね、ここね、あ、来た来た。あら、ね、なんかね、ねじったらここにねじってここで止めると接触が悪いの、これ。断線してんの？え、そういうこと？え、待って、断線してたら私触ってっちゃやばい。接触だよね、きっとね。これなんかねじって今ここで止めてるといつも通りなの。あ、めっちゃいい感じ。めっちゃいつも通り。手離すと多分戻っちゃうかな。あ、ほら、戻った。あ、ここ、ここ、ここ。ねじって今ここ。今ね、ねじってね。ここ、ここ、ここにね、セロハンテープで止める？なる、あ、セロハンテープないわ、ここに。ちょっとここです、このねじり具合、みんな覚えといてくださいということで、そんなしょうもないことを言ってるとね、もう45分になってしまってチャットが送れなくなっちゃうので、そろそろ終わりたいと思います。スクショタイムでもしようかしらね。やばい、またダメになった。あ、来た。あ、でもさ、スクショタイムするのにさ、両手使いたいからもう無理ですね。あ、戻った。あ、戻った。あ、ダメだ。あ、で、行った。え、行けました。今は元通り、もう治った。よし、じゃあどうしようかな。画面チカチカしてるの分かる？どうしよう、何しよう。はい、チーズ。分かる、桜ポーズしようと思って迷って分かんなくなっちゃったじゃあ今日はお下げ。あ、ちょっともうだいぶ崩れてきちゃった。朝からセットしたからもうダメですね。
お下げしましたということで。はい、チーズ、イエーイ。ということで、本日もごめんね、短い間になっちゃったんですけれども、そろそろ終わりにしたいと思います。30分って早いね。こっそりスクショしてありがとう。こっそり X 載せといてすぐ寝るんだよ、ありがとう。今日も早く寝て、明日も早く起きて、やるべきことを頑張って頑張りたいと思います。じゃあ壇上読みをしていきたいと思います。13位からいくね。13位、おつぐピースさん、ありがとうございます。12位、たむひろさん、ありがとうございます。11位、ディーヤマさんさんさん、ありがとうございます。10位、パクさん、ありがとうございます。9位、ハイスノーさんさんサンデーさん、ありがとうございます。8位、亀仙人さん、ありがとうございます。7位、アスリートさんさんさん、ありがとうございます。6位、B たけしさん、ありがとうございます。5位、ハクタカさん、ありがとうございます。4位、カンさん、ありがとうございます。3位、お茶トーマンさん、3本線ジャージとカスタネットさん、ありがとうございます。2位、セッテンガーさん、ねえやだ、チカチカする、いやだ、あーちょっと待って、あーここ2位、セッテンガーさん、ありがとうございます。いける、いや絶対に止まっててよ、残すはあと1位だから絶対止まってて、その場で。よし、2位、セッテンガーさん、ありがとうございます。1位、日焼けさんさんさん、ありがとうございます。ということで、今日もたくさんのコメントとギフトとお星さん、本当にありがとうございます。いつも応援ありがとうございます。耐えました、リングライト、ありがとう。ごめんね、短い、かなりゲリラ配信かつ短い配信になっちゃったけど、見に来てくれてありがとうございました。またできる時にやろうと思います。また遊びに来てね。お、絶妙にいい時間帯できたかな、よかった、ありがとう。じゃあ今日も皆さんも暖かくしてお休みください。またね、おやすみなさい、おやすみ。